皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。ああ、いいね。四方を山に囲まれてる。釣りをしてる人もいます。こういう景色時々見たくなるよね。何でもないこの日常の田舎の風景みたいな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そこが見えるもんね。今日も昨日に引き続き、あきる野市秋川渓谷をお散歩。野に咲く花に水辺の野鳥、そこには豊かな自然が広がっていました。これをかけてみる。え、これかけると見えるの？うん、そうだな。じゃあ、この草のちょっとこっち。あ、いいんでしょ、こんなのは。もうこれは食べられる。食べられます。渓谷のそばも見どころがいっぱい。素敵な場所を発見して、じいさん大はしゃぎ。そったいですか。こういう風にして入る。おお、時計の素敵なのがいっぱいありますよ。おお、反対側にもこんなにある。さあ、今日も散歩に出かけましょう。今日のじい散歩は秋川渓谷。JR 五日市線武蔵五日市駅を降りると目の前に大自然が広がります。都心から1時間少しなんですけどね。いや、もう階段まで回る必要はない。橋本さんは降りなくてもいい。もう、ちいさん、勝手な行動はダメですってば。カメラマンさんが困ってますもん。こんにちは、お邪魔します。綺麗だな。本当に水が澄んでる。何が釣れるんですか？鮎です。鮎、うん、あの鮎はね、もう25センチ、こんな大きいの。ああ、そうですか。で、今日は友達がやるからって。ああ、そうですか。うん、何か友達でやってるんですけどね。ああ、そうですか。こうやって立ってた、遊んでたら釣れないでしょ。そう、遊んでた人じゃないです。私はっていうと魚の焼き手をやってるんです。あの皆さんが釣ったのそうそうそう、焼いて食べる。誰かいないと、カラスか誰かが来て。ちょっと見せていただいていいですか？もうこういう風に、もうみんなが一回休む時に、もうこんなに立派なのは取れるんですか？これもっと大きいです。そう、うん、はちょっとじいさん、見つめてますけどダメですよ。いや、これはすごいな。朝から焼いてそう、あそこにいるのがいいですよ。あそこにこう光ってる。あ、これキラッキラッと、ちょうどあの木が流れてる。だから目、僕らの目とは違うんですよ。いるんでしょって、いっぱいいますよって、どこにいるのか。ちょうどこの目線、これをかけてみて。え、これかけると見えるの？うん、そうだな。ちょうどこの、あの、草のちょっとこっち。あ、いいんでしょ、こんなのは。いるいる。不思議な流れだ。キラッと光るのも見える。肉眼でこう見てる森たちに上がらないで。いや、なんかこのその光を変更なんですよ。これ一生懸命釣ってるとこ申し訳ないんですけど、はい、ちょっと見せてもらえない？どんな仕掛けになってるのか。仕掛け、はい、それはあの仲間をそうして、はい、それが仲間だと思うとそこに誰引き寄せられてくるのを、はい、どこで釣るんですか？その下にあるんですか？いや、いいんですよ、いいんですよ。
これこの下尻尾にそこに針がある。この下に針が、はあ、でそれにそれを分からないで仲間だと思って追いかけてきたのはそれに、そうです、自分縄張りにこれが入ってきたら、あ、これを攻撃した時にここに、なるほど、引っかかる体が、はい、今釣れた魚ですよ。その釣った魚を入れるこのな、これ何ていうんですか、敷舟っていうの、敷舟、なんでそんな格好してんのこれ。これ水がちゃんと中に入るように、ああ、こんな大きなのを釣れてんの。奥さんなんかも食べてくれる、ああ、喜んでね、喜んでるかどうかわかんないけどね喜んでだんだん釣ってきたからしょうがねえな、川魚好きだからね奥さんも、ああそう、ご主人も好き、好きです、ああそうですか、どうやって食べるの、焼いて食べる、焼いて食べる、もうこれは食べられる、食べられます、美味しそうなの、うん、美味しそうですね、で、ちいさん結局いただいちゃっても、うん、おいしいよね、なんとも言えぬこのあれ独特の味だね、そうですね、脂が結構乗っててね、夢中で食べちゃう、釣るのが楽しみ、食べるのが楽しみ、釣るのが楽しみ、釣るのが楽しみ、本当本当です、釣る方が、綿を取っちゃうと値打ちがなくなっちゃう、ちいさんも綿好きなんです、大好き、残ったのはこれでした完食です、これからも頑張ってください、はい、よろしくお願いします、はい、お土産にアイモリ3匹もらったんで、今日はよく働いた子に3人にあげたいと思います。こっち行く、はい、今朝も見たんですよ、ああそうですか、うん、ありがとうございます、はい、頑張ってください、ね、はい、どうも、あ、伝統的な河川工法でしじり牛、成牛という、まあ要するに鉄の網にこう石を包んで、こう堤防がありして水の抵抗があった時にこれを食い止めるということなんでしょうね。うん、理にかなってるよね。例えば向こうから強い流れが来た場合に何もないとここにボンと当たってこういうところが侵されてしまうから、その前に一つ二つ抵抗をさせるものを作っておくっていうのはそういうことなんだろうね。いいね、この番組で僕は散歩の番組で発見したことだけど、水のある風景ってのはどこ行ってもこう落ち着いて、どん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 水場っていうか水のある風景が好きになってきたんだけど、最高にこう心が和むゆったりする瞬間だよね。で、なんかこうゆっくりしたとかゆったりとか、ま、なんかそういう感じは、何しろこの水のそばってのが一番あるかな。渓谷のお散歩をたっぷり満喫したちいさん、今度は懐かしい風景を残す五日市の町を歩いてみるようですよ。こちらはなんだ、面白いね、いろんな古いものがありますよ、ちょっと見せてもらおうか。なんだろうね。これ燃料で、もともと燃料屋さんだったのかな。ああ、時計の素敵なのがいっぱいありますよ。ああ、反対側にもこんなにある。どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。どうぞ。いらっしゃいませ。どうも。外にある看板見て燃料店って書いてあったんで。うん、今でも燃料問屋で炭巻き。ええ。最近こっちは川がいるんで、バーベキュー、はあはあ、川でやる。なんでこんな時計があるんですか。これね、趣味でね、私の趣味で、だいたい1900年前後、マニアのおじいさんが、いらっしゃった、調子悪くなった、どうぞ買ってくださいっていうやつを。あ、そうなんですか、うん、でこれ欲しい人は値段が合えば売ってるんです。あそこにもね、フクロウの
時計があそこに。ちょっと見てくる。もうちょっと近づけてみましょうか、鳴るように。かわいいね。でも1分ぐらいで鳴るように。いやいや、いいですよいいですよ、待ってるもんですから。いいよ、ご主人、その無理に合わせなくて。でもう少しね。あの目がいいね。なんともいいね。たまんないね、この時計。これ見せてもらったらよかったよ。あば、あ、やった。えらい、あんたはえらい。ああ、下も鳴った。これ今3時だけどいっぱいになるのは、ええ、1時にお客さん来た時に1個来ておしまいじゃあんだと、うん、でだからみんなわざとずらして。なるほどなるほど、うん、あ、うん、そうすれば2時に3つ鳴る、5つ鳴る。あ、そうすればだから時のオーケストラができるじゃないですか。いろいろ考えてね。顔の割りに刻んだね。そうすればね、あの心の日記に、ね、いつか書いたら書けるじゃないですか。心の日記にね、いつか行けば行ったこんなのがあって思い出になれば、ね、素敵な空間ですね。でもね、ありがとうございます。時のオーケストラ、素敵な言葉ですね。ちいさん、心の日記に留めておきましょうね。一回地郷土館入り口。ああ、やっぱり古い町なんですよね。こういうものがあのちゃんと残ったりしてるんですよね。みんなで残そうとしてらっしゃる。こちらのかやぶき屋根の民家は江戸末期の一般的な農家の暮らしを今日に伝える歴史資料としてあきる野市の有形文化財に指定されています。室内の見学もできるそうです。寝るわ少し。気持ちいいな。懐かしい。あら、カヤが釣ってあるよ。いいね。できるだけね、外の蚊が入らないようにね、そっと入るんですよ。こういう風にして入る、ね、で入ったらもうすぐこうね、落とさないと蚊が入ってくるんですよ。あるんですね、はい、でこの中ってのはね、あの橋本さんにも入ってもらって写してもらったらいいと思うけどね、落ち着くんですよ。うん、これをこう覆いかぶさってるだけで、あ、今晩もよく眠れるなっていうね、安心感があるんだね、この色とさ。不思議なもんだよね。懐かしさにあふれた古民家の縁側でいつものように散歩の思い出を絵手紙に。完成するまでおさらいです。自然いっぱいの秋川渓谷をのんびりとお散歩。川辺で鮎をごちそうになり、神社では大きな神輿に胸を熱くした小さん。古時計に心和ませた後は古民家でほっと一息。4時間半4270歩のお散歩でした、緑豊かの中に綺麗な水の流れ、まあ、どなたでもこの風景を見ればうっとりするもんだと思います、僕らも今日はちょっとピクニック気分で、渓谷の周りをなんかのんびり歩いてみました。ちょっと奥の方に入ると面白いお店があったり、古くからの町というのも佇まいの中に感じることができました。そんなんで今日の散歩は、なんといっても秋川渓谷、絵で描くとちょっとせこくなるんですが、もっともっと豊かな水が流れています、そこに咲いていた赤と白のダリアを描いてみました。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は腰痛予防体操です。両手を頭の後ろで組み、上半身だけを真横にねじるのがポイントです。
猫背にならないように胸を張って行ってください。コツコツ10秒体操が本になりました。毎日10秒続けるだけで体が楽になります。ぜひお近くの書店で。